皆さんこんにちは。業務用メッセンジャーインサークルの導入事例、今回は外食ファーストフード編をご紹介します。まずこの飲食店の課題、こういったものがありました。無料 SNS が業務利用されていた。これは LINE などのシャドウ IT が、使われてしまっていました。多くの企業では LINE を業務利用することが禁止されています。またメールに代わるリアルタイム性の高いコミュニケーションツールを探していた。グループウェアに代わるものを使いたい。こういった課題もありました。また各店舗の機器のアラームを素早く検知したい。こういったニーズもありました。そこでインサークルをご導入いただきました。導入の決め手となった点です。まず LINE のようなユーザーインターフェースで使いやすい。これは特別に社員に教育をしなくても良いですので、すぐに簡単に使うことができます。それからブラウザに対応している。最新の Chrome ブラウザーではブラウザーに通知が届く機能があります。これを利用してこのような形で、新着メッセージがあった場合に通知が画面内に飛んできます。これで、コミュニケーションが、すぐに取れるようになります。それからインサークル API とシステム連携できる。各店舗機器のアラームをインサークルで受信することができます。こういう形でシステムと連携することができるようになった点が決め手です。導入の効果です。社内のやり取りがスピードアップしました。9割のユーザーが明らかに効果があると答えています。またインサークルでシャドウ IT を排除できました。このため情報漏洩リスクが減りました。またトラブルに即時に対応することができるようになりました。これは店舗機器からのアラームを受信してその後で関係メンバーで直ちにその対応を話し合って対処することができる。そういったことが可能になりました。このように多店舗展開している飲食店で業務用メッセンジャーインサークルをご導入いただくことにより、これまではできなかった多人数でのリアルタイムなコミュニケーション、難しかったコミュニケーションができるようになりました。これまではシャドウ IT のようなツールを使って多店舗間で情報共有をしたり、連絡をしたりするしかなかったんですけれども、やり取りする情報の中には顧客情報や企業の大事な情報、こういうものが入っていたと思います。これが業務用メッセンジャーインサークルを使うことによって安心安全に情報をやり取りすることができるようになりました。